はい、皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯436杯目になります。ケンタッキーストレートバーボンウイスキーですね。その祭りが続いております。ずらって並びましたね。今回も印象が残るラベル、目立つラベルのですね、バーボンの銘柄の登場です。いただいていきましょう。お酒の種類は、ウイスキー、ブレンデッド、バーボン、銘柄、オールドテーラー、原産国、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、製造者、オールドファッションド、コッパーディスティラリー、輸入者、コルドンベール、アルコール分 40% になります。金額は1480円で購入をさせていただきました。オールドテーラーっていうのはですね、まさしくこちらのですね、人物の名前ですね。エドムンド・ヘインズ・テーラー・ジュニアという人物がですね、名前の由来の銘柄になります。で、ここにも書いてますけど、オールドテーラー6って書いてますね。これはですね、6年熟成っていうことをですね、6年熟成されたバーボンですよっていうことで、一般的にはね、4年前後が今までね、飲んだもので多かったのかなっていうふうには思うんですけどね。ケンタッキーストレートバーボンウイスキーオブトップモーストクラス、最高級のクラスのケンタッキーストレートバーボンですよっていうのがね、ここに書かれております。こちらのですね、オールドテーラーというね、ウイスキーはですね、19世紀後半バーボン業界に大きく貢献したエドムンド・ヘインズ・テーラー・ジュニアさんから名付けましたということで、スパイシーな風味とスッキリとした喉越し、ほのかな甘いバニラ香が特徴ですよというね、そういう銘柄ですね。バーボン業界に大きく貢献したエドムンド・ヘインズ・テーラー・ジュニアさん、この方っていうのは元大佐ということで、大手のバーボンの蒸留所の一つであるバッファロートレース蒸留所とのリンクが非常に深い人物になります。さらに彼はですね、フランクフォート、ケンタッキー州の州都の市長をですね、町の長ですね、を16年間務め上げましてですね、1897年頃、品質がよろしくない粗悪なバーボンウイスキーを追いやる、いわゆる駆逐をする法律、ボトルド・イン・ボンド法の制定に大きな業績を残しました。それがですね、このオールドテーラーの銘柄の、この画像に書いてあるですね、エドムンド・ヘインズ・テーラー・ジュニアさんってことなんですね。このね、ボトルド・イン・ボンド法っていうのは何かというとですね、コーン、トウモロコシがメインのストレートバーボン、そして、ライ麦がメインのストレートライウイスキーのね、法律っていうことでして、ボトルド・イン・ボンド、一つの蒸留所のワンシーズン、一つの季節のウイスキーをバレルエントリー、樽詰めですね、樽に入れて熟成させるんですが、4年間という規定の熟成を経てですね、100プルーフ、アルコール度数は 50% ですね、50% でボトルに詰める、瓶詰めするというね、そういう法律なんですね。アルコール度数 50% っていうのがポイントですね。なお、熟成貯蔵庫は当然ながら保税倉庫ですね。国の管理された倉庫で熟成させないといけないというね、そういう規定なんですね。で、そのようなね、制約を乗り切ったね、ウイスキーがですね、ボンド、もしくはボトルド・イン・ボンドっていうね、表記が瓶にね、付けられると。いわゆる証明されたね、もの。そういうね、法律がボトルド・イン・ボンド法なんですね。ボンドっていうね、英語はですね、いわゆる接着剤でよく使われますよね。同じような意味合いで、結束、絆、契り、縁、契約、約定、まあ、そのような意味があるので、約定、約束されたボトルなんですよっていうね、そういうようなね、ニュアンスがこのボンドっていう表記には
適切なのかなというふうに思いますよね。いわゆる昔ながらのバーボンっていうふうに思っていただいてもいいのかなと思いますよね。そのようなね、背景もありまして、エドムンド・ヘインズ・テイラー・ジュニアさんはですね、ボンド法の父、ファーザーと言われたっていうぐらいのね、人物ですね。で、現在はですね、そのバーボンはですね、もうね、アルコール度数 40% でも良いよっていうことになっておりますので、こちら今回全部40でしたね。50% 以上ないといけないってわけでも全然ないんですね。今回のオールド・テイラーの、主役になってる、エドムンド・ヘインズ・テイラーさんジュニアの話なんですけど、こちらの方はですね、実はですね、血統がすごくて、アメリカ合衆国第4代目の大統領のジェームズ・マディソン、さらにですね、12代目の大統領のザカリー・テイラー、この2人の要人の血を引く人物というね、すごいね、血統なんですね。当初はね、銀行家っていう立ち位置だったんですね。そして私ね、冒頭あたりにね、大手のバーボンの蒸留所のバッファロートレース蒸留所とのリンクが深いって申し上げたんですけど、このエドムンド・ヘインズ・テイラー・ジュニアさんはですね、昔のね、バッファロートレース蒸留所のね、まあ前身って言ったらいいのかな、そこの蒸留所をね、お手伝いすることになった時にですね、最新鋭の設備投資などをしてね、体制を整えたっていうね、そういう実績があるんですね。それによってですね、出来上がったバーボンウイスキーはですね、オールドファイヤーカッパー OFC と言われまして、非常に人気が出たんですね。よって一時はですね、 OFC 蒸留所名前変えたんですね。オールドファイヤーカッパーディスティラリーとも言われたぐらいね、非常に人気があったっていうね、そういうバッファロードレースのですね、前身の蒸留所をですね、非常にね、盛り上げたっていうね、人物でもあるんですね。まあその後、フランクフォートの市長になるんですけど、まあそのような多彩なね、方だったんですね。で、今回ラベルに書かれてるんですけど、現在の、製造元っていうんですかね、そちらは、オールドファッションドコッパーディスティラリーっていうことで、まあいわゆる OFC 蒸留所の F が変わってますね。今回はファッションド、昔はファイヤーっていうことだったんですけど、同じ OFC 蒸留所っていうことなんですね。ファッションド、ファッションっていうのはですね、流儀、仕方、作法、まあそういう意味合いかな。その昔ながらの流儀で作っておりますバーボン。そして6年熟成っていうことなんですね。味わいはどんなものなんでしょうね。非常に楽しみです。オールドテイラーオープンしていきまーす。はい、このような感じでーす。黄色いラベル、この6年っていう表記が美しくていいですね。オールドテイラーって書かれてます。まあ、このようにメガネかけた人みたいですね。ケンタッキーストレートバーボンウイスキートップモーストクラス。最高品質の等級クラスのケンタッキーストレートバーボンですよと。そういうような銘柄になります。オープンは、前回とかと全部同じで、キャップ、ですね、スクリューキャップ。全部似たようなスクリューキャップですね。オープンしていきます。はい、パキッっていう感じで、シンプルにオープンできましたね。トク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 。いやー、飲むのが非常に楽しみですね。オールドテイラーのストレートを頂戴していきまーす。はい、色はアンバー琥珀ですね。美しい琥珀、やや濃いゴールド、琥珀色、アンバーっていうような表現が適切でしょうかね。うん、クリアで、なんだろう、冴えがある感じです。オールドテイラーの香りを取っていきましょう。ストレートですね。どのような香りになりますでしょうかね。失礼いたします。そうですね、柔らかい蜂蜜と、木質、木がですね、手を取り合った、いわゆる最強タッグのような、そんなニュアンスですね。蜂蜜&木、木に蜂蜜がついてるような、プラス、どことなく樹液も、なんだろう、混じってるような、そんなイメージ。ですね、大まかには、優しい印象のストレートの香りですね。やっぱりその表現がいいね。蜂蜜&木質。さらにですね、その木質の奥を行くとですね、バニラのような、クリームのような甘い感じ。そうか、バニラアイスにですね、マヌカハニー、蜂蜜の中でのマヌカですね。
マヌカを混ぜてですね、それをいただいているような雰囲気、そのような香りといったらどうでしょうかね。ご理解の助けになるんでしょうかね。うん、やはりたおやかで優しくて甘やかしい香りっていうのがね、第一印象ですね。まあ時間が経つとまた変わっていくと思うんですけど、そのような第一印象でした。ストレートのね、味わいを試していきましょう。飲んでいきます。うん、甘いっていうよりも渋みですね。苦味、ドライですね。あの、なんだろう、木の、樽熟成された木のですね、タンニンと思わせるような渋みもあって、そして喜ばしい洗練されたリファインされたアルコールの苦味、そしてですね、あ、そうか、喉越しがいいですね。非常にコクがあってね、重い重厚な感じですね。いつも言うような存在感がある、うん、ドーンときますね。あとアルコール度数高いんですけど、40度なんですけどね、なんか体の中馴染んでいく感じで、そんなにバシバシチクチクして、なんだろう、バリバリ強いですわみたいな感じじゃないような気しますね。徐々に徐々に馴染んでいく、うん、そのアルコールの体感度合いがですね、上品な感じしますよね。やっぱりそこが6年熟成っていうね、とこのポイントなのかなっていうのをちょっとね、思わざるを得ないようなですね、そんな感想のストレートですね。うん、美味しいですね。続きまして、オードテイラーの加水を頂戴していきます。よし、こんな感じかな。はい、加水の香りはいかがでしょうか。失礼いたします。うん、あのバニラが薄まった感じですね。淡いバニラ、淡いクリーム、そしてですね、淡い木質関係、木関係、樹液が薄まったような、蜂蜜が薄まったような、そのような印象。やはりあれですね、あの加水されたことによってストレートとのね、雰囲気がだいぶ、なんだろう、落ちてきたっていうか抑えられた感じですね。うん、割るハーフ、割る1/2、そんな印象の香りになりましたね。まあでも、あの、なんだろう、水を加えたから当然そうなるのかなと、そんな印象がありますね。で、あとね、なんていうのかな、あのお香のような、白檀のような、なんだろう、香取線香まではいきませんけど、あのオリエンタルハーブ的なですね、そういうね、なんだろう、懐かしい香りありますね。やはりこれは黄色成分が、なんだろう、うまいことを言いませんけど、落ち着いた、薄まった時に出てくるような香りっていうね、なんかね、DNA に訴えかけるような懐かしい匂いがします。加水を口に含んでいきましょう。あー、なるほどね、あの甘さが前面に出ましたね。しかしながらですね、ストレートと同じような風味踏襲しますわ。洗練された苦味、心地よい渋み、うん、水で薄めてもですね、その辺は個性的に突出してますよね。やはりね、フルボディというかね、ああ、なるほど、大人が好みそうな思考ですわ。で、喉越しがね、非常に重大っていうか、あの、存在感が強い。うん、豊かですね。この加水をしてもね、全然その苦味と、渋み、およびアルコール感がですね、抑えられたっていう感じはあまりしないですね。さらっと飲めてね、逆にね、あの、飲みやすいんですけど、ストレートと同様のようなですね、満足感、充足感を得れるような、そのような加水の味わいですね。続きまして、オードテイラーのロックを楽しんでいきましょう。ロック完成しましたね。さあ、注目のバーボンのロックです。いかがでしょうかね。失礼いたします。すごいね、あのストレートとか水とそのままですわ。あまり変わらずに、なんていうんやろね、
出資が一定してますね。負けてないですわ。氷で割ろうとも水で割ろうとも。そしてですね、冷やすことによって出てきたと思われるですね、非常に豊かなコク、ストレートと加水にあったようなコクのですね、もっと強いようなコクですね。それがドーンときましたね。いやー、頼りがいがあると言いますかね、その人物の器を彷彿させるようなですね、そういう飲み応えのあるようなロックですね。やはり苦味、渋み、そしてアルコール感、この辺がですね、トリプルになって手を取り合ってですね、混然一体となってですね、飲み手に訴えかけるような、そういうロックですね。では最後にオールドテイラーのですね、ソーダ割りを楽しんでいきましょう。まあ推測からにするとね、酒質結構頑固な酒質って言ったらいいのかな、いい意味一本気なんで、ソーダ入れてもあまり変わらない感じはするのかなっていう風に予想はしますが、これは飲んでみないとわからないのがですね、お酒の楽しみなことですね、ところですね。今日も酔っ払いましたね。うん、やっぱり泡がいい感じで形成されますね。よし、美味しそうやな。はい、オードテイラーのですね、ソーダ割りハイボールが出来上がりました。どのような風味でしょうか。失礼いたします。香りはニュートラル、ソーダ系統の香り、泡ですね。飲んでいきます。お、やっぱりそうやで、変わってない、このドライさ、この苦味&渋み連合群で、炭酸割りなんでだいぶ薄まったんで、アルコール度数はね、アルコール感は控えめになったんですけど、酒質変わってないですわ。こういうウイスキーも珍しいというか面白いですね。何もブレてないですわ。ストレート、加水、ロック、ソーダ割りって頂戴したんですけど、全部ね、中心の個性は同じですわ。ここまで、この個性に忠実っていうかね、やっぱり何に割っても負けないんでしょうね。言い返せばですね、それだけ作りをですね、かたくなにこだわってるっていうね、そういうことが言えるんではないだろうかっていうふうに思いますよね。今回もですね、素敵な、いわゆるクラシカルなって言った方がいいのかな。ケンタッキー、それとバーボンに出会えてですね、面白かったですね。奥深いわ。バーボンも面白い。いやー、よかったです。ありがとうございました。では、今夜は、アメリカの伝統的なウイスキー、ケンタッキーストレートバーボンのオードテイラーで乾杯。